ひな壇にいたら嬉しい男性芸能人。MC している中で停滞しているっていう時にとりあえずポンとこうすごく力を発揮してくれる人を選びました。2人目はダイアン津田。絡み始めてまだ間がないけどね。じゃあ7年後輩っていう。7年も後輩なの？顔がおじさんだからなんかちょっと2、3年後輩かなぐらいに思ってたけど7年後輩。大声を出し続けるのって人間ってできないようになってるのにすごいんだよな。芯を食ったようなことあんまり言わないですけど、でも芯を食ってないけど大声となんか時々こうなんかぐさっと胸に刺さる一言があるっていうのが聞いてくるなと思って、だから困った時に津田にボールを投げておくと困ってることを困ってるって言うから正直だなっていう。分からないことは分からないって言える凄さ。ただただ強めで大声でって人はいるじゃないですか。パワー系の人たくさんいるんですけど、なんか人情味テイストがすごいあってだから愛されるんだろうなと思うんですよ。もうやっぱ関西の大阪ならではの人情味みたいなのが入ってくるから、うん、面白いし頼りになるなと思いますね。津田さん、こういうとこ直してほしいなって感じがありますか？まあでもそれは良さでもあるけど、露骨に自分がコメントしづらいものはこう声がちっちゃくなったりするんで全部大声でいてほしいとか元気な津田さんでいてほしいんですけど、時々こう本当に難しい時は声がちっちゃくなってるなっていうのは感じますね。でもその後結局大きくなってくるんで、うん、声をちっちゃくして変な空気になったことに怒り出すんで、うん、まあでもあれが緩急なのかもしれないね、津田さんの。プライベートで。プライベートは全然何の興味もないですね、津田さん。いや驚くほど向こうもだと思いますけど、その収録以外では全く何の興味もないですね。ゆうすけの方が興味ありますよ。その収録でも面白いですけど、なんかプライベートの方がより謎に包まれてるっていうか、短大にね卒業してますからね、その男性で短大ってなかなかやっぱ、うん、その辺は興味ありますね。プライベートは津田さんは全然興味ない。チャンネル登録よろしくお願いします。